ます。今日はですね、夏休み前半の1日ということでルーティーンをお送りしたいと思います。ちょっと今日はね、特に用事はないんですけど、まあ、パパが今日仕事休みなので出かけるか撮影はあるかもしれません。ちょっとね、プール用意してもらったんで、プールで後で遊ぶかもしれないです。とりあえず口ゆすいで朝ごはん食べます。あるちゃん、というわけで朝ごはん食べたいと思います。で、もうね、9時なんですけどね、まあ、アヒルご飯ということでね、食べたいと思います。そう、こうやってやってくるな。で、今日のメニュー、フレンチトースト的なやつとヨーグルトとフルーツと水です。前回のね、ルーティーンでコメントがあったんですけど、フルーツ食べてないんじゃないか説あるんですよ。でもフルーツね、食べてない時もあるんですけど、その時はもうラップをしてね、まあ夜とかにお風呂上がり食べるとか、そういう風にしてます。じゃあいただきます。あー、美味しそう。いただきます。うまっ。おいしい。一応今日決まってる予定としては、夜に幼馴染の友達が遊びに来ます。いい、楽しみ。夜ご飯食べにね、来ます。ごちそうさまでした。今日はスイカ大好きだったんで全部食べました。まあ、全部大好きだけどね。はい、それではね、早速顔洗って歯磨きしたいと思います。顔洗ったらプールに入ります。じゃあ洗います。最近このビフェスタっていうやつをね、すごい使ってます。視聴者さんに教えてもらってすごい使い出しました。めっちゃこれいい。こうね、押すとね、超良くない？これ振ったら硬くなるんですよ。で、歯磨きもします。で、コンタクト入れます。というわけで、今日はね、初めてのね、まるちゃんね、水遊びさせてあげたいと思います、プールで。この後プールなんで、ちょっと水着着替えてきます。まるちゃんです。泳いでる。下ろしてみるよ。無理そうだったらすぐ抱っこしますから。せーの。もう終わりにします。かわいそうなんで。やめます。はい。まるちゃん。ちょっとママ映ってます。ちょっとママ、まるちゃん抱っこしてみて。捕まえてもママお願い。離せよ、マジで。Come on, Monday, don't be such a.
去年に引き続き今年もあいつのコーヒーをねぶちまけていきたいと思います。行きましょう。はい、というわけで今プールが終わって着替えて髪乾かしました。はい、まるちゃんも疲れてぐったりでございます。でも意外にね、犬かきできるもんだね、いい子ね。ちょっと疲れたんでダラダラします。寝る？ちょっと一緒寝ような。はい、というわけで今からお昼を食べにねちょっと お出かけします。ランチです、ランチ。今日焼肉行きます。イエイ、レッツゴー。 TikTok 撮ります。ちなみに TikTok でどこで撮ってるのって聞かれるんですけど、スマホホルダーをパパにつけてもらってここで TikTok 撮ってます。もうね、梅雨明けしてもう急に夏ですね。熟成焼肉一番さん着いたので食べてきます。お昼ご飯かわいいでしょ。サンキューマートで買ったガーフィールドのケース、ちょっと分厚すぎてめっちゃ携帯熱くなった。行ってきます。いいね、熱っ。平日食べ放題ランチ来てます。というわけでおでさんのかき氷持ってきました。ブルーヘレイ、いただきます。夏、ごちそうさまでした。美味しかったです。じゃあ家に帰ります。おまる太郎がいるから。はい、というわけで今家に帰ってきました。ちょっとお腹いっぱいで眠いので寝ます。休憩します。はい、というわけでね、先ほど焼肉食べて帰ってきて1時間くらいでダラダラした後に撮影を今しました。今ちなみに6時くらいなんですけど、7時くらいにね友達が夜ご飯食べに来るので、ね、それまでコメント返したりちょっと待ったりしながら待ちたいと思います。ちょっと皆さん待って、ちょっと見せたいのがあるので。トイストーリー4あるじゃないですか。トイストーリー4のフォーキーとあのバニダッキー&バニーって知ってます？こちら、あ、ダメ、ディズニーダメだ。あのそうダッキー&バニーっていうキャラクターがいて、それ結構描けそうじゃないって思ってちょっと描いてみたんですよ。それがこちらです。待って、まずフォーキーがこれね、フォーキーこれ、じゃーん、うまくない？フォーキーはまあ簡単ね、はい、で、次がこれバニー、ダッキー&バニーのバニーがこれ、ちょっと下手くそ、ガタ良くなっちゃった。
ね、で次一番うまくいったのがダッキー、はい、これです。びっくりするよ。せーの、じゃーん。うまくない？結構うまくいったよね。自分で言うのもなんだけど。じゃあコメント返して絵描いて待ちます。イエーイ。はい、というわけで今ね、夜ご飯です。はい、幼馴染のお友達が来てくれました。はじめまして。はじめまして。はじめまして。いただきます。いただいてます。大人たち隠れてますけど、いっぱいいるのでご安心くださいませ。まるちゃんもいます。いただきます。ジュースマネ、ジュースマネ、アンコン、オン、アジュ、アジュ、セグ、アジュ、アジュ、アジュ、シュン。はい、というわけでですね、今夜ご飯、TikTok 見てる方にはわかるでしょう。わかる方、グッドボタンお願いします。今ね、夜ご飯食べ終わって、タピオカ、GSO のタピオカ作って飲んでます。ゴンチャダウン。そうよね、もうやだ、あなたの背中みたい。やだ。こんにちは。ちょっとね、今久々にね、おさまなじみちゃんと会ったので、ちょっといろいろね、女子トークとかで、ね、盛り上がりたいし話したいので、ちょっと今カメラさんちょっと出てもらいたいと思います。いいです。はい、というわけでね、今お友達がお家に帰ったのでお風呂入りたいと思います。でね、特別夏休みということで、お風呂から出たらね、友達とオンラインマイクラしたいと思います。夏休みって最高だね。宿題も終わってるしね。お風呂入ってきます。10分でグッズで。はい、というわけで今お風呂から出たのでスキンケアします。ちなみにこちら無印さんのね、のさっぱりタイプの化粧水です。こちらが化粧水で、こっちが乳液です。で、スキンケアのやつも紹介してっていうリクエストも多いので、今度やりたいと思います。ちなみにただいま10時でございます。では髪の毛乾かします。宿毛矯正かけたのでしっかり乾かしてと言われました。はい、というわけで乾かし終わったのでコンタクト取ります。はい、メガネに変えます。はい、装着、久々のメガネです。こんにちは。はい、というわけでやること全部終わったので、今から友達とゲームやりたいと思います。はい、というわけでもう11時でございます。こう1時間くらいね、ゲームやってもう眠いので歯磨きして寝たいと思います。歯磨き終わったのでもう寝ます。はい、というわけでね、もう結構いい時間になったので寝たいと思います。まあ夏休みなんで特別に結構ね、夜更かししちゃいましたがね、ちょっと今日は久々に幼なじみの子も遊びに来てくれたし、すごい楽しい一日でした。まあ、今回夏休みということでね、夏休みの最後の方、まあ、後半戦、今回は前半戦だったんですけど、後半の夏休みの方もちょっとルーティンできたらいいなって思っております。それでは皆さん、良い夏休みをお過ごしください。おやすみなさい。ここまでご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、ぜひ見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっているので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタン、コメント待ってます。それではバイバイやー。